トヨタ Z 型エンジンは、トヨタ自動車の4サイクル、水冷直列ディーゼルエンジンの系列である。同社のフォークリフトに搭載されている。生産は、トヨタ自動食器。形式の不満、命名方法が普通自動車用エンジンとは異なり、直列4気筒と直列6気筒、直接噴射式とか流出式のすべてに、同じアルファベットが割り当てられており、 燃焼室の区別も数字の桁を変えずに連番としている。ディーゼルエンジン4サイクル水冷直列4気筒、直列6気筒を不排出ガス低減のため 2Z 型の燃焼室を軽う室式としたもの。排出ガス低減のため 14Z 型の燃焼室を軽う室式としたもの。かつて同社を代表するディーゼルエンジンであった2代目 B 型や H 型では、 基本となる下流出式を数字なしとするか一桁を不満し、それから派生した同じボア X ストロークの直噴式は10を加えた形式としていた。例、B11 バイト、3バイト13バイト、2H12HT。4バイトと5バイトのみは排出ガス規制に対応するため、直噴式より後に登場しているが、この命名規則は守られている。ありがとうございます。